彼らの作品って映画をパロディにした作品がすごく多くて、鬼滅のおでことかね、あーあるね、まあ、ありますあります、あります。でその中でも一番好きなのが、うん、ハメンジャーズっていう作品が、あ、ベジマルンだ、へぇーオールスターあるよ、それめっちゃ見たい、集大成のやつがあって、どんなストーリーなの。で、キャプテンアメリカっていうその隊長が、うん、ちょっとごめんなさい、あの、作り話やめてやん、ここで作り話なんで、これガッツリガッツリスタイルとか言ってありますよ、なんか面白い人は特権見たことあるんで、それ見てみたいな、見てみたい。キャプテンアメリカすごいね。キャプテンアメリカ人気すぎて単体ででも出てるんですよ。じゃあ、気になる人に名前の文字言い方もアイアンマンとかどうなるのか、確かに、そうです、ハメンジャーズの中でもアイアンマンなんて呼ばれてるんだっていう、パイプアンマンかっていうふうですか。でもそうやって女になっちゃうし、確かに、そこそこそこ、ハルクとかも3文字なんで、いや、ハルクはハメルです。あ、そうやな、そうや、ハメだ、ハメル、めちゃくちゃハメますてか、まあそれはね、まあまあまあね、基本ハメで合わせるでしょうね、キャプテンアメリカとかダイヤモンド、ハメハメマンになってくるか、まあだからそういう、なんかさ、ハメティ、そう、あ、ハメティ、そう、ハメそう、ハメティ、そう、ハメティ、そう、ハメティ、そう、結構やっぱりすごい、まだ言ってるやつでもめっちゃいろいろジャンルがあるんで、楽しいですね、見てて。楽しそう。ミッキーがもし出るとしたらどうなる、名前どう変わる、ヌッキー。あー、そっか。本通本通人知ら、俺がトーマトライン実写だ。本通本通人知ら、ほにゃらパンツ加えてピッツラ。初通ヒーツ人知ら、セイホー。本通本通人知ら、俺がトーマトライン実写だ。